おいす、こんにちは、みゆりです。今回は、むつつくもだっけ、読み方がわかんないよ、君漢字が多いよ、なんとかなんとかいう、有形商社ってやつを使っていきたいと思います。アシストは、概要欄まで。はい。今完全に、俺は誰かが弾いた。光がなかったのを見ました。光なくても倒せるかな。でも36倍しか出ないんで、ちょっとね、闘技場とかあんまり抜かないんですよね、実際。もう結論から言うと。火力が求められるダンジョンだと、ちょっとね、ちょっと物足りないんですよ。倒せなくはない。ただやっぱりこういう追い打ちってね、根性持ちがいっぱい出るダンジョン。例えばヤマトラッシュとかね。ああいうところじゃないとあんまり活かせないんでね。せっかくのこの大事なスキル、リーダースキルが。闘技場とかはちょっともうね、夏とかと比べちゃうと夏の方が向いてる。36倍。本人はいいんだよ。だからコンボ強化で染めてあげる必要があるのではないでしょうか。本人さんはね、コンボ加算じゃねえ、コンボ強化の覚醒を持ってますんで、全然、あ、待って、闇球士だから絶対無理。全然ね、いけるんですけど、待って。4色あるよね。火以外はある。軽減できれば、まあなんとかなる。HP も少ないしね。まあこれはプラス振ってないっていうのもあるんですけど。ちょっとね、回復力も、なんか、攻撃力もなくて、回復力もなくて、HP も少ないってなったら、あなたは追い打ちしか残されてませんよ。あ、追い打ちが強い。その追い打ちが強かったわ、今。サブ向きかなやっぱり。出なくはないけどね。あ、バインドには弱い。はい。今回火力出せないな、これ。ちょっとバインド対策してないので、これも自分が悪いんだけど。火、OK。バインド回復してくれるやつを誰か。とりあえず一回は一旦行ってみようか。倒せちゃいそうな気がするな、これ。あ、闇決まらないと色決まらないか。じゃあ無理だ。じゃあライトニング使っていきます。韓銀平ね。大丈夫、大丈夫。硬いモンスターとか食われると困るんだよね。泥鏡をもっと入れるっていう手もあるけど、テンプレがわかんないね、まだ。まだっていうか、見てない。どこのサイトもまだ見てないから、テンプレが全然わかんないんで、後で確認しておきます。でもこれで、闘技場3とかに行くことはまずないかな。根性持ちでなんか高難易度ダンジョン。よく根性持ちが出てくるのは、百花繚乱2とかだよね、やっぱり。でも、あっこの硬さに、この、ね、つくもくんがね、あの硬さに耐えれるかって言ったらちょっと、それは厳しいんじゃないかなって思う。闇がな、追い打ちがうまいこと。おわお。追い打ちめっちゃ強かったね、今。めっちゃ闇作るやん、それで。いや、追い打ちが強いんだけどね。ちょっと、もうちょっとなんだよね。これプラス振ったら倒せるのかな。惜しいんだよな。これドロップを消したら、もしかして、いけたわ。別に色を決めるとかあれはないんでね。光ないとさすがに、まあでもどっちにしても削れないか、全然。うおーすごかったな、今。ぴょんって減ってったよね。ここはいけるかな。いけたね。ちょっと怖いな、減り方が。この辺は闇アテナじゃねえわ。アテナアナザーに任せます。前職決めてあげたら、アテナアナザーが防御力を無視するんですけど、これは普通に抜けてる。まあまあ、オッケー。ちょっと、自身のスキルも重いから、なかなか、清十郎くんが、溜まってくれてない。こういうのはまあね、軽減があるんで。軽減と追い打ちしか強みがないんだよな。オッケー、光降ってきたのはありがたい。おー、出ちゃうか。ちょっとね、ちょっと耐久させてね。まあソティス出なかっただけ、まあまあいいダメージなんだけど。よいしょ。とりあえず、まあいつもの、あー待って、これはまずい。これはやらかした。あー、トリシューラやめて。オッケー、ありがとう。タイガーラッシュありがとう。こうの、待ってよ。あー、これいかん。あんまり残してないな。しかも取り修羅してきたし。あと1ターンか。あ、でもこのターンは色ある？いや、待ってよ。いや、ないな。どうしよっか。支援を打とうかな。支援打ちます。支援打って一回回復して、振ってくるんか。なんかいい感じに削れたりはするけどね。で、これ使ってまあいいや、ちょっとあんまりコンボしすぎるとハートが組めない事態になるんで、これでまあお邪魔も作られることなく、ドカンとペッて音が、全然いいよ。さすがにこんだけあったら倒せるかな、光が。これは大丈夫でしょう。さあ、ゼウス。まあ、特に何ゼウスでも問題ないかな。暗黒覚醒ゼウスが一番いいかな。まあ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 。そしたら、ここを水で攻めます。あー、だだだだだだら。よし、まあ、OK じゃない？ OK。で、次は、コンボ吸収は全然大丈夫だと思います。闇の 2way とかはないよね。3-3でいこうか。あー、ここ 2way にした方がよかったな。もう1コンボ組めたわ。あー、なんか、やっぱ火力不足が響いてくる。色はあるよね。ああ、もう1コンボ惜しかったけど、さすがに OK。 ヘアの先生も耐えれるはずなんだよね。 OK。 不屈はでもね、せっかく色あるし回復もこんだけあるんで、2way 入れてあげればさすがに抜けるでしょう。OK で、この盤面でいけるかな。火あって水あって闇欠損だけだから、この盤面でいこうかな。ファセット使います。で、転生も使っとこう。あ、これヘイストあるんだ。あとは指だけに気をつけて。はい、落ち込まなかったけど、あー、待って、危ねえ、よかったー。危ない危ない、死ぬかと思ったわ、ほんまに。よし、なんとかクリア。やっぱあんまりなんか向いてないな、こういうダンジョンに。もうちょっと軽く出るかと思ったんですけども、思ったより、根性キラー、まあね、追い打ちは強いですね、非常に。かなりの火力で追い打ちするんで、追い打ちは非常に強いんですけど、やっぱ足りない点が HP が少ないのは、プラスを振ってないからっていうのもあると思うんですけどね、自分が。回復倍率が欲しかったかなっていうのがあります。やっぱ夏と比較しちゃうとちょっとね、7コンボ強化があってもあんだけの火力なんで、もうちょっと火力も欲しい。36倍だとちょっと物足りないなって感じがしました。まあ、使うんならもうちょっと簡単なダンジョンかなっていうのが感想です。サブで使った方がいいかもね。ってことで、ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。パズドラにおきましては、このモンスターでこのダンジョンをクリアしてほしいといったリクエストを随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。